フリーズドライ加工なので熱が関わってないので酸化してないんですよ。で食感がサクサクとするという、もう旨味が凝縮されてるわけですね、はい、おっしゃる通りですね。なるほど、はい、ハイグレード S、 今回紹介するのは広内エゾリスの谷チーズ社フリーズドライチーズ。工房で作ったラクレットチーズを美味しさそのままにフリーズドライ加工した可愛いキューブ型の一品です。ゲストはチーズ職人の社長寺尾智也さん。チーズの本場フランスで学んだ技術をもとに2020年に工房を立ち上げ、放牧牛のミルクにこだわり日々チーズ作りに励んでいます。もう一人は大丸松坂屋百貨店の本田大輔さん。北海道各地を駆け巡り美味しいものを見つける確かな目と舌で、北のグルメハンターとの異名を持つ凄腕バイヤーです。ハイグレーです。道産食品のトップランナーたちを迎え、食の深掘りトークをお届けします。じゃあ寺尾社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私商品、はい、食べさせていただきました。ありがとうございます。でね、もう最初食べた時に、はい、ラクレットのフリーズドライ、はい、もうこれにねまずちょっとびっくりしたのと、はい、思った以上に、はい、このチーズの、はい、その香りがしっかりしてて、はい、もうチーズがこう好きな人がね、はい、本当にこう喜ぶというか、はい、これって社長やっぱりポイントは熟成なんですか？はい、そうですね、ありがとうございます。新鮮なミルクをですね、朝取りに酪農家さんのところに取りに行きまして、でチーズを伝統的な製法で作りまして、しっかり熟成させます。それをですね、実はフリーズドライ加工っていう技術があるんですけども、チーズを角切りにしたものをですね冷凍させて、程よい水分が抜けるんですよね。冷凍乾燥という技術なんですけども、そうすることでチーズの中にポツポツポツっと穴ができるんです。スポンジみたいな。そうすることによって水が抜けて、で食感がサクサクとするという。なるほど。でフリーズドライ加工なので熱が関わってないので酸化してないんですよ。なるほど。それで脂肪に含まれた香りとかがそのまま残ってて、口に入れた時にふわっと広がるっていう香りは、独特のこのフリーズドライ加工することによってできてる味なんですよね。なるほど。もう旨味が、はい、水分が出て、はい、凝縮されてるわけですね。おっしゃる通りですね。なるほど、はい、このドライのラクレットって、はい、この新しい、はい、ちょっとおつまみの、そうですね、提案にもなりますよね。あ、おっしゃる通りです。ありがとうございます。ビアガーデンとかでもちょっとしたおつまみ、あと、まあ、バーでとかでも、うん、女性でも食べてもらえるように 1.5 センチ角のサイズに切ったっていうところもポイントで、うん、どういう食のお酒のシーンでも合うような、はい、チーズになっております。山脈のふもとに立つ広内エゾリスの谷チーズ社。どこか可愛らしい響きの工房の名前はエゾリスのようにその土地に馴染み親しまれる存在になりたいと名付けられました。地元十勝のデザインチームが制作したパッケージのイラストにも可愛らしいリスが描かれています。寺尾さんが作るチーズは本場フランス仕込み。放牧酪農によって育てられた新鮮なミルクに乳酸菌を混ぜて熟成、チーズ独特の苦みが出過ぎないよう見極めます。ナチュラルチーズなのに保存期間が半年と長く、しかも乳酸菌がしっかり生きている。これがフリーズドライ製法にこだわる理由。家庭で保存が効くのでアレンジ料理として活用できます。まあ、これ食べ方としてね、はい、いろんな料理にも合うんじゃないですか。あ、ありがとうございます。そうなんですよね。食感がいいので、はい、サラダの上にクルトンのか、クルトンってのはパン の焼いたものがあると思うんですけど、あれサラダのかにかけるときに、まあ、グルテンフリーとかあるじゃないですか。あ、そういうことですね。はい、その代わりに小麦を使わずにチーズを使っていただくとか、うん、あとスープでもそうですよね。クルトンの代わりにこれを使っていただくと食感と香りが抜群に良くなります。そうですね、はい、ちょっと溶けると風味も
またよくいい石という。そうなんですよ、ね、はい、ぜひお楽しみください。なるほど、いろんな、じゃあもう使い方がありますね。はい、そのラクレットの新しい食べ方があるんじゃないかということで、はい、チャレンジされたんですね。そうですね、はいはい、めちゃめちゃ正解だったんじゃないですか。ありがとうございます、ね、最高に美味しいと思います。ありがとうございます、嬉しいです。チーズの美味しさと栄養を可愛いキューブ型に凝縮させた北のハイグレード食品、広内エゾリスの谷チーズ社のフリーズドライチーズは HBC ショップで限定販売中。そのまま食べてもよし、料理に添えるもよし、さまざまな場面で活用できるお手軽な商品、ぜひお楽しみください。